今ね、ブルースクリーム名古屋に来てもらってます。 LA から。もうね、リハも終わって待ってるんで、今日ね、どちらがかっこいいか対決、LA か名古屋か名古屋か LA かの対決突撃したいと思いますんで、それじゃあ行ってみましょう。どうも、バーニシング YouTube でーす。なんすか、これ、結構盛り上がるパターンの方がいいっすよね。全然大丈夫っすよ。ダブルスクリームです。あーす。今日はね、まんまと名古屋に来ていただいて、まんまと。ちなみに皆さん、どういう LA エピソードがあるんですか。喋れないことが多い。なんか昨日あれですよね、ファンと一夜過ごした。マイナリングね。セフレって SNS 書かれましたからね。タヌキじゃなくてよかった。いや、もう本当よかった。まあね、今日は名古屋か LA か対決、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、多分ライブもね、いい勝負になると思うんで、ここはね、我々のお箱。バニシングといえばこれです。ジェンガ。これやらないとギャラも出ないです。出ない。マジか。やります、やります。まあ、俺らが勝てば、5人全員、チャンネル登録してもらう。ザ・ブルースクリームが勝ったら、まあ、名古屋は LA ってことにしようっていう、植民地。でも姉妹としてないか。それは俺らには関係ない。この後ですね、ライブが終わった後に勝負したいと思います。てか、一人メンバーじゃないですよ。メンバー次のメンバーさ、今日は引かないよ。なんか怖すぎる。関西だからな。あ、関西だ。オープニングじゃあこれで。大丈夫。やばいってこれ。はい、それじゃあライブお疲れ様でした。あまあ結果勝負つきませんでしたね。はい、わかんない。テンションの変わり方、あ、もう倒れちゃうから。もう倒れたくない。もうジェンガで勝敗つけようと。もうジェンガでやりましょう。はい、ブルースクが勝ったら名古屋は LA の一部。俺ら負けたらチャンネル登録します。はい、します。3進とまでチャンネル登録ね。3進とか、はい、ゴッティ代理です。はい、マシ。最初はグーじゃんけんぽい。ちょはい、どうでしょう。いきます。はい、いきます。名古屋舐められたらいかんからね。いや、俺らちょっとジェンガはマジ得意だ。ジェンガがいや、俺らも練習よりジェンガしかやってないから。いや、俺らもうバンドサボってもジェンガやってんだろ。いや、俺らも朝起きたらジェンガだから。はい、どこ真ん中。真ん中っすね。あ、もう全然攻めがない。そんなあるんですか、それ。やっぱ下からでしょ。いや、やっぱちょっとね。あ、それいけ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 。いや、そういうのもね、やっぱり絞れ絞れ絞れ。片手ね、片手。おてっちゃん見したって。男前のとこ見せて。あ、ゴッティ行く。ゴッティ、あれ、あいこでしょ、あいこでしょ。が絞れ。最初の一気絞れよ。うい。早い。早い。よし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 。